日常演技の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートの甘おいちごのバウムクーヘンを食べたいと思います。甘おいちご、私どんな器になるのかな。これは開けた瞬間にいちごのいい香りがする。ここから見るとこんな感じになって、ではバウムクーヘンの断面図は、まあ断面でもないかもしれませんが、こういう風になってます。見た感じはシンプルですね。いちごの香りしていますよ。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ドリンとした生地の中、いちごの甘酸っぱさをしっかりと感じることができて美味しかったです。しっとりとした生地と甘酸っぱさの相性は本当にいいですね。もっと大きなサイズで食べたいと思えるバウムクーヘンでしたので、こちらも検索させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武しゅ。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。